君のようなつぼみさ、華やかで優しくてそう笑ってごらん大丈夫。顔を上げたら花も街も鮮やかふし。 皆さん、こんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私、光家の後、三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。はい。 いよいよ、えー、今週の土曜日ですね5月15日に三橋経済塾第10期の第5回講義が札幌で一般の方もご参加可能な形で開催されますゲスト講師は室伏健一先生です、えー、札幌あるいは北海道の皆様あるいは日本全国の皆様ぜひとも、えー、こちらの URL か QR コードからお申し込みいただければと思います、はい、さあ今日はですね、えー、ブログなんですけども、はい、ブログはこちらですね 4月27日のブログ「こうすれば絶対良くなる日本経済」これ実はですねこの藤井聡先生とターラ宗一郎さんがですね、はい、対談した、ま、本から取ったんですけど、うん、でこの、ま、とりあえずこのブログで取り上げたエントリーで取り上げた記事をちょっとご紹介したいんですけどちょっともうやばいなと。はい 首相財政健全化へ具体的検討を進める考え、今、緊急事態宣言の差だからですけどね <laughs>、よくこんなこと言えるなと、コロナ対策で赤字拡大ということで、その骨太の方針に財政健全化の具体的な検討を進める考えということなので、多分これ、プライマリーバランス黒字化目標を復活させようとしているなと、はい、まあ今もあの消えてるだけで、目標自体がなくなったわけじゃないんですけど、ちょっとやばい状況なんですね。 えこれをどうしようかということなんですけども、まあ、いろいろ動いてるんですが一つが、まあ、これでございますね。はいはい、というわけで、えー、びっくりされた方は多いですけど、はい、この、えー、著者で言ってるのかな、まあ、対談されている、えー、田原総一郎さんと藤井聡先生を「三橋 TV」にお招きいたしまして、はい、<laughs> 朝沼みたい <laughs> いつ見ても「あさ沼」みたいに見えますけどねこの方って、えー、これでお話を、うんえー、伺ったんですけどね。はい この本読んだらすごく面白いのが田原さんって最初はバリバリの緊縮財政派だったんですよ、はいうん、ていうかこの人もリードした一人なんですよ日本の緊縮財政を、はい、それがね、変わっていくんですん、はい、藤井先生の話、ね。藤井先生のお話を聞いて、はい、で私あのグラフとかがまあかなり使われてましてそのグラフによって意見が変わったのかなと思って聞いてみたんですけど、はい、まあ基本的には藤井,藤井先生のお話の説得力、うん ということなんですねでこの実は財政の話って難しくなくて一番シンプルに言うといや単に通貨発行できる政府が借金返さなくなることないでしょと、はい、実はただこれだけなんですけどもたったこれだけの事実しかも財務省がホームページで自,自らそういうふうに言ってるわけですね日米などの自国通貨建ての国債のデフォルトは考えられないこのほんの例えば3秒ぐらいで言うようなね話が 間違った形で国民にルフしてしまった結果、うん、こんな状況になって、はい、改めて分かったんですけどでも変わる人は変わるんだな、はい、立派だと思いますよ田原さんすごい思いました、うん、だってねえ財政破綻論を広めた一人ですからねはいこの方、ね、そうですよはい、はい、ところがそれが変わったということなんですねで池上彰さんが MMT について、はい、その普通の <laughs>「 あのどちらかに勝てたわけじゃなく普通の,その寄稿されててびっくりしたんですけどこれ田原さんですからね今度は、はいはい。だんだん変わっていってるのは確実だと思います皆さんの努力によってですね。うん、やっぱでここすごいいいポイントだと思うんですけど政治家なりあるいはその田原さんにしても多分池上さんもそうなのかもしれないんだけど、はい。 日本国が滅びてしまいなと思っている人は一人もないですよね。はいうん、日本国が良くなるようにと思ってるんですけど、うん、そこで財政がーで止まっちゃって、逆に言うと財政問題がないっていうのを理解したときに、パーっとこう思考がね、はいうん、広がって世界が広がるんですよ。うん、そういう経験ないですか？そういう経験しませんでした？あ,あります。ありましたです。はいはいということで何でもできるんですよって理解した瞬間に、うん、こう未来に対する希望が持てるようになってくる。うんうん するるとと投資が進んででいいくという形になるので、うん、やっぱこのもう単純にねそのも,もちろんその私こら貨幣論大好きだから、はい、ものすごい細かいところから説明したりもしてますけど、うん、シンプルに自国通貨建ての国債は財政破綻しないとなぜなら通貨発行できるからだとあるいはその田原さんが言ってましたけどその企業と政府は違うと、はい、企業はお金発行できない、うん、政府はできると。 いうシンプルなところだけでも、はい、理解されると、それでもうそんだけなんですよね逆に言うと。うはい、すごくシンプルですよ、ね。すごいシンプルですよね、はいはい。ということでですね、だんだん変わってきているんですけど、この対談の中で、あの藤井先生がお話しされてましたけど、そのタワさんが変わった瞬間、はい、っていうのがまあご説明されてましたけど、これはだからあれですよね。その今までの常識当たり前だって思われていたことが、それが実は間違ってた。 ということはでですすねね多々あるんよもちろんその天道説と地道説の話っていうのは一番分かりやすいんですけどあれも何百年とかけて変わった話なんでそんな時間かけてられないんですけど、はい、例えばあれでしょうねその戦前というのはやっぱ日本国民もまたその例えばナチスドイツとか、はいまあ、そういうそのファシズムですけどねファシズムが正しいと思ってた人が多かった。はいまあ、日本国民がどう思ってたか分からないんだけど少なくともドイツ人は。 熱狂的にナチスを支持したで,、はいはい、でもその,その彼らのやり方が間違っていたっていうのが分かった終戦後に終戦というかまあ敗戦ですうんその瞬間にドイツはドイツは政府が消えたんですよね。ゼ、はい、ゼロロってて言われてます歴史的なゼロと、はい、で日本の場合は日本政府がまあ降伏したわけですね。うん、でもドイツの場合は政府自体がなくなるっていうようなとてつもない状況になっちゃって。 で、それまでナチスが何やってきたのかっていうのが明らかだ、明らかになってたんですよね。はい、まあ、その結果、ドイツ国民っていうのは、これ、どうかなと思うけど。すべてナチスに押し付けたんですけどね。<ー>いや、選んだら、お前たち大事だと思うんですけど、はい、まあ、他国の頃だから、いいんですけどね。はい。そういう形で、ガラッと、こう、常識がひっくり返る瞬間っていうのは。あるんですよ、ね。うん、というようなことを、藤井先生が田原さんにお話したら、田原さんって結構歴史の本とかも書かれたりしてるんで。<ー>はい。詳しいんですよ。はい それとや考えてみたらそうだなと。うん、人類ってそういう経験を何度もしているよなってことで、それで、あ、もしかして間違ってたなって感じで切り替わったみたいなんですよね。はい。ということでですね、あの、この動画、ぜひ広めてほしいんです。はい、というか、あの、正直言うと今までで最速ペースで伸びてるんですよ。これを撮ってるときは。<laughs> はい。これ100万回とか見られたら、結構影響あるんじゃないかなと。で、田原さんの,あのいいところは何かというと、 あの私とか藤井先生がお話してもですねその本当の,その突っ込んだとこまで話して理解するっていう形の理解しかできないんですけど、はい、田原さんがポロッて言うだけで「あそんなもんか」みたいにコロっと変わる可能性があるんです特にご年配の方々が。さんんんがおっっしゃってるだだからみたいなそんだけで私たちはそういう立場じゃないので藤井、まあ、先生は多少そういうところあるんですけど私は本当の一般人でございますからもう細々,細々と説明するじゃないですか。 バランスシートとはーだから、はい、これは私のやり方なんだけど、はい、私のやり方は多分理解したらもうひっくり返らないんですけど、うん、なかなか多数派にならないなとそうですかえだってそんなに、まあ、その勉強しないと完璧に理解だ完璧に分かってもらうとするからですね私の場合でも完璧の方が強い気がするもちろん強いんですけどその人数的なその拡大がなかなかしにくいなとあ<ー>あこれでもしてんですよ、はい、してんだけど それは田原さんがテレビで一発いう方うがですねよっぽど影響力でかいです、圧倒的にでかいと思います。んそのなんかこういうオピニオンリーダーとかをですね、はい、変えるっていうのはですね、まあ、一つの手ですよね。なん、はい、でかというと、例えばあの藤井先生とかがもっとテレビに出たり、あるいは安藤洋先生とかがどんどんテレビに出るようになりましたと、はい、いうことなんですけど、それで財政破綻のを間違ってまして、行っていったとしてですよ、やっぱり時間かかりますよね。はい、で 藤井先生すごいですよねだから田原さんを落としたんですよ、はい、それだけですもう短期でぶわっと影響力が拡大要は財政破綻論の否定について、はい、その影響国民に影響を与えることになるんだなって、うんうんうん、まあでもそれは正しいからですよねええーうん、分かんない <laughs> 間違った <laughs> 間違ったことが伝わるっていうケースも結構あるからありますかそれはありますよそらありますそらありますそら財政破綻論どらなんです,かですよそうかす まあこれはあの財務省がね、主導して長々とやってきたプロパガンダの成果でもあるんですけどその、こういうなんでしょうね結局人間ってちょっ,とちょっと前の話と同じなんですけど特に日本人がそうなんですけどなんか空気によって動いちゃうんですよ。空気を読むこれ日本にしかほぼない言葉なんですよ。空気なんか読まないんですほかの国の人たちは。我々はそれ読んじゃうからその空気をやっぱり作るっていうのが大切だと思うんですよね。で あのこれ、配信されてる頃ろは、ゴールデンウィークが終わって、自民党の国会議員たちが地元から戻ってきて、おそらく補正予算の議論が始まっていると思うんですよ。そ,のとそれは、それでもし補正予算組まれたとしたら、これもやっぱり空気でしょうね、う地元の空気を読んで、あこれは大変なことになってると。だから空気読める、読めないっていうのは、いいケースと悪いケースがあるんですけど、まあ、今回はいいケースの方にね、該当してほしいなと。うん 思ってますけどね逆に自民党の党内でですねいまだ,だにその財政は破綻しないとか財政、緊縮財政は間違っていたとかあの議員さんがその転校した例っていうのはそのほとんど聞かないんですよね。ないんですかいやないことはないんですよ。まあ、言いましたけど渡辺さんとかはまあ立派に転校されましたけど、はい、でも安藤さんとか西田さんたちは初めから言ってましたからねこれは空気だと思うんですよまだ言えないんですよ。 間違っていたんじゃないと思ってても、うん、その正しいとか間違ってるの問題じゃなくて自民党の党内で緊縮財政を否定しちゃいけないような空気があるって勝手に感じ取った時に言わないんですんただ逆に財政破綻しますも減ったらしいですけどね相当に、はい、どんなら財政拡大って言えよとあ、財政拡大は言ってるんだけど例えば緊縮財政間違ってましたって言えよとプライマリーバランスを破棄しようって言えよって話なんだけどそこまではいかない空気が ちょっとまだ今悩んでるんんでです悩ると思いますだからね何やってるかというと沈黙ってると黙ってるともしかして間違ってるんじゃないかなとでも党内の空気で「どうして間違ってた」とか言っていいのかなこんな感じなんですよねと変わりりそうですすね可能性はあまだからあれですよねコロナみたいなとてつもない非常事態がないと変わんなかったんだっていう個人的にはつらいですよまあ変わればいいんですけどね私は結果が良ければ何でもいいんですけどはい ということですね。もう一つ。はい、私がこの本とか、あるいはその藤井先生とかね、田原さんの話聞いて印象付けられたのは。結局政策って何で決まるんですかということですね。政策の。決まり方。つまり政策的な合理性。はい、国民が困ってますから、国民を助けますよ。これは合理的ですよね。うん、そういう合理性で決まってますか。今の政策。決まってなさそう、ね。決まってないんですよね。これなんでかというと、もちろん政策的な合理性っていうのもあるんだけど、藤井先生の言葉を借りると。 そのな政治的なパワーゲームーあるいは人間関係、はい、あるいはさっき出てきた空気、はい、そういうものによって現実の政治は動くんだなと少なくとも日本では、はい、アメリカは私から見ていると政策的合理性で動く傾向が強いように見えます<ー>だってコロナですとで需要が減りましたとで、えー、この国民助けるために数兆ドルとてつもない規模の財政拡大やりましたと。 でえー、インフレになるかならないかというのをちゃんと議論してインフレになってないんだったらばまだいけるんじゃないかとかいやそろそろ危ないんじゃないかっていうようなそういう、まあ、ある意味科学的な合理性に基づいて例えばパウエル,ル FRB 議長とか、えー、イエレン財務長官とかあとバイデン大統領もそうですけど動いてるように見えるこれ相対的な話ですよ、はい。もちろんあるんだろうけどもこうの政治的なパワーゲームが。 に動かされている傾向が強いとで山藤さんご自身でおっしゃってましたけどその安倍内閣の官房参与内閣官房参与として働いて頑張ってこの増税止めようとかあるいは積極財政に転じさせようとしていたと安倍総理自身がそんなに理解がなかったとは思いません菅総理よりはありますこれも相対的な話なんだけどでも変えられなかったと、まあ、2回延期しましたけどね消費増税を、はい でこれはだから財務省との政治的なパワーゲームに負けたとあと麻生さんに借りがあったみたいない、ね、それまあ田原さん言ってましたねはい、はいうん、でだから何でちょっと言われたけど <laughs> 麻生に借りがあるから何なんだと、はい、そんなそういうことで国民を苦しめる消費増税、まあ、10%の増税は決断されちゃったし、はい、財政拡大には転じることなかったとで財務省はその政治家が決めるんですねといわゆる政治改革以降ですけどね 政治家が決めるんですねとじゃあ政治家洗脳しちゃいましょうと麻生、えー、元、えー、今こ財務大臣をがっちりこうガードをして,て、うん、ちなみに今そのガードそあの菅総理大臣にあるんですあそうなのそうなんかあれですよね藤井先生がお話に行かれる前にレクチャーされてるって麻生さんにでしょ、はい、あ藤井先生は多分こういうこと言うだろうと、うん、だから麻生財務大臣のところに行って財務官僚がいやこう言ってくるけどこれこうですよってこう事前に全部潰してるんではい そんな暇があるんだったら国民のことのために金をどう支出するかとか考えてほしいんですけど、はい、うそういうことやるわけですよ。でそれはなんでそんなことやってるかというとこれは話は単純で、はい、出世のためなんですよ。出金<世>縮財政のために汗をかけば出世するという構造があるからと。うん、もう一つはあれ,あれですねこの定案の中で藤井先生おっしゃってましたけど、まあ、財政法4条、はい、あるいは財務省、えー、じゃすみません、ねあの財,えー、財務省設置法。はい これ、やっぱり変えるっていうようなことをやらなくちゃあ少なくとも試みる必要がありますよね。うんはい、で、幸いなことに総選挙がまもなくあるんです、はい、これ、本当にコロ,ナコロナの状況、終わってないんですけど、五輪やる機会 <laughs> どうなんですか。<laughs> だってもう3か月前なんですけど、これ撮ってる時点で、はい、そうですよね。はい 本当に五輪やるのか分からないんですけど、まあ、あの今の中途半端な財政出動と中途半端なあの自粛要請だとコロナは終わらないですよね。うんはい、そうする、その状況で五輪、まあ、は中止になりましたと。そこで総選挙。あるいは自民党総裁選挙なんですよ。うんはい、だその前に例えば田原さんとかが、 朝まで生テレビとか、まあ、どこでもいいんですけど私テレビ見ないから番組がよくわからないんだけどそこで日本は自国通貨建ての国債しか発行してないんだから財政破綻なんかないんだよって言ったらこれは影響でかいですよね。と、はい、いうそういう空気が国民に生まれましたってなったら自民党も変わるだろうし、はい、野,党野党比較的最近緊縮財政に反対してる方々増えてきてるんで、はい、そっちに乗りますと。 ということでそのど,どこまで財政拡大しますかってあるいは消費税は減税ですか,廃止,か廃止ですかみたいな形で自民党の総裁選挙とかあるいは総選挙が行われた場合にはですね相当国民が救われるなと思うわけです。はい、ということでいいろいろ実は考えてるんですよなんですすよかだから自民党の総裁にその我々はねあの、まあ、例えば誰を推すべきなのかとかですね。 どなたなたんですかそれは言えないんですけどちゃんと考えてできることをやろうと、うん、で総裁選挙でその財政拡大とか緊縮財政の転換っていうことを訴える総裁候補が出るだけで相当に違うと思うんですよ今までは緊縮はたり緊縮はばっかりだったで、はい、そもそもだから緊縮財政が間違ってるってことをあの考えるそのタイミングもないんですよ日本国民は、うん。 だから総裁選なり総選挙とかでそういう議論してくれればそれこそそんな時初めて真実が空気を支配することになるんだろうなとう反緊縮の空気が反緊縮財政あるいはその緊縮財政の転換ですね、うん、転換というものがその初めてこう脚光を浴びてそれで国民に知られ始めてそのあと議論するんですよね、うん、まあ間に合うかどうかだけちょっと話置いておいてそういうプロセスをねこれからたどる可能性はね高いと思います。うんはい この見て,て思う、はい、だって田原さんが変わったんだもん <laughs> あのガチガチの緊縮財政が主義者が、はい。ということでございましてですね珍しく希望のある、はいえー、お話なし,たしたんですけどでもほら絶望もあるわけ菅総理大臣は絶対にプライマリーバランス黒字化目標を閣議決定しようとしてるの骨太の方針でえ。これやられちゃうとなかなか厳しいので<ー>あの皆様もぜひその空気を変える。 そのためにはです、ね、コミュニケーションをとるしかないです、はいはい、政治ってコミュニケーションですからそのために皆さんお一人お一人ができることをやっていただきたいと思うわけでございますね。ーについてもっと詳しく知りたいという方は三橋孝明の最新刊「知識ゼロからわかる MMT 入門」こちらが参考になります。 こちらの方は書店では購入できません。こちらの QR コードからお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。